4日ぶりに200人を下回りました。東京都は今日、新型コロナウイルスの感染者が新たに146人確認されたと発表しました。新たな感染者数が200人を下回るのは4日ぶりです。年代別では20代と30代が合わせて72人で全体のほぼ半数を占めました。重症者は昨日と同じ24人でした。